今のはファルコンパンチですかね。これはルイージサイクロンですかね。全てしみたけさんに聞いてみます。ソニックルイージ、まあ自分、まあ、ソニック使ってる感じだと、まあ、ルイージはやっぱりファイヤーボールがどう崩していくかっていうのが、まあ、肝になってくるかなと。そういうことです。わあ、ゴーさあ始まりました。始まりました。0%サイズ、そう、このルイージで、このファイヤーボールをね、ぴょんぴょんや、はい、ぴょこぴょこ混ぜてから、まあ、このスピンで崩すのが、やはりメンマ選手うまいので、戦ってみた感じだともうこのいつ来るかわかんないこのスピンが。かっこいいですよね、ソニックは本当。まあ、お互い牽制といったような形で、はい、しかしルイージもこの暴れからの火力非常に高くて、このソニック着地がちょっと弱いんで。おお、なるほど。ソニックを使われてるミガボイさんからしては、はい、そう、この着地を刈られると結構ルイージの流れがね持っていかれちゃうんで、持っていくところで。さあファイアーボール巻いて、さあ空中後ろ当たらず、このファイアーボールからの牽制がね、空中ニュートラルで置いてますよね。ルイージの空中ニュートラル非常に強いんで。しかしこのソニック硬いですね。硬い硬い、どちらも硬いですね。これさあウエスまで相手を吹っ飛ばしていく。スピンから火力を取っていきますね。完全に互角。ジャックから空後ろ当てていく。下の空後ろまだバーストせず、なぜか重いぞこのハリネズミ。おっと、空中ニュートラル当てて、気まずい気まずい。スピンからバネ でバネで火力を稼いで、これはもうお互いバーストラインへ立たされた状態 ですね。スマッシュがお互いに強いんで、一発がねあるか、それともルイージが掴んじゃうとサイクロンが待ってますからね。吸引力の変わらない、ただ一つのサイクロンが待っている。いや、お互い気まずい読み合いをしてますね。気まずいですね、これはもうお互い攻めたくない。しかし決めていきたい、そんな2人でございます。このじわじわとした感じがやはりスマブラらしい。ここで勇気のスピン、勇気のスピン通して空後ろしっかりガードしている。ガードを削っていきながら、さあ掴み通らず、さあこのルイージも早く掴みたいといったような形で、さあ掴んでから置いてみたがサイクロン決まらず。なかなかこの下投げサイクロンも、そうですね、上手い人はあの簡単に決めるようなんだけど、はい、やはり自分でやってみるとね難しいですね。意外と精度が必要ということで、はい、ここは届かず、ジャンプが足りなかったソニック。しかし 120% 何があるかわからないです。これはウエスまでぶっ壊していこうとするが入らず、くうまいくうまい。さあこれはソニックがさっさとバーストしたいところ。さあ横スマは入らず、このルイージ硬い。この暴れちゃうとこのしっかりガード見ら、ガードされて掴みから火力を取るっていうこのルイージの、ね、さあきついですね。ファイヤーボールバースト拒否して、ファイヤーボール食う前、これ硬いぞ。さあファイヤーボール巻いて、ね、ソニックもソニックこれ全然攻めにくいです。さあこうやって掴まれて、あっという間に 85% バネを当てていくが、やはりソニックバーストが持っていくのが非常にちょっと困っているような感じですね。ルイージのファイアボールがとても上手ですね。なかなか攻めきれないような、この牽制が非常に強い、はい、ソニックも横スマをブンブンっていうのが、これは掴んで上投げでまだ死なない。ここからの展開をどうしていくかが見ものです。オーバーネで跳ね返す。しかしまだサイクロンの暴れが強いですね。あ、さあこれはしっかり後ろ投げでバースト、回り込んで投げバースト決めていきましたね。しかし 97% ただこのソニック火力を取るのが非常にうまいですからね。ここでどうなっていくかが問題である。ここから焦らず立ち回れるかっていうのが重要なポイントだと思います。そうですね、はい、しかし試合時間もあと3分切ってますから、そうですね、若干この牽制の試合が重なっていくと、しかしソニックは攻撃をあまり食らいたくないところです。タイムアップで見えてくるので、なんとかルイージの立ち回りを崩していきたいところ。ルイージもここでキュインキュインスピン貯めて、さらにスピンを貯める。
ルイージ硬いっすね。ここからどう展開していくかが本当に見ものですね。ファイアボール置いて、まあでもこのレベルになってくると全然焦んないですからね。そうですね、冷静な対応、冷静な対応、はい、さあスピン通していって上投げから流れを掴んでいくぞ。ソニック、さあ空前、依然としてルイージは硬いですね。硬いですね。立ち回りを一切崩せない。下投げからサイクロンを決めていった。まあそう、星になったソニック、一本選手していったのがお見事でしたね。強チームですね。はい、強チームのルイージですね、はい、素晴らしい。さあ2戦目いい戦い見せてくれましたね。いい戦いでしたね、はい。さあ2戦目は一体誰が出てくるのか。はい、さあじゃんけんポンを決めていきながら、おっとおっと、これはおなじみの名前が、はい梅ブラ4連覇の、はい、レインシーク、ここで登場ですね。シングルで最強と、はい、さあこれに対して相手はチータなクッパジュニア、クッパジュニアとシークって全く分かんないですけど、見たことはほとんどない、見たことほとんどないです、ね、はい。まあでもなんだかんだシークがやっぱり立ち回りでは強いのかなっていう感じはある。しかしそのクッパジュニアのトリッキーな展開、トリッキーな展開がね、はい、非常に見ものですね。さあ色は何色なんだ。やはり通常色。ステージは、ステージは終点、終点。さあ開始されました。ゴーということで、まずハレを食べて横尾の爆弾を出していくが、やはりクッパジュニアもこのシークの針つらいんじゃないか。さあ掴みから長距離入れて安定のコンボ。クッパジュニアもこれなかなかトリッキーな動きで面白いですね。そうですね、このこのトリッキーな技からどう展開していくかが見物でありますね。小さい小クッパ、メカクッパが意外とやらしい。そうですね、しかしここなかなかレインシークは距離を離さそうとしないですね。シークの間合いをしっかり保ってる感じがあります。これを攻め切っていますね。下火のこの爆弾を出してる隙に距離を詰めていく感じ、ね、はい、この出し方っていうのもこれをキャッチしていく。クッパジュニア側は求められるが、さあこの弱でパンチパンチ火力を取っていく。結構クッパジュニアスマッシュがね強いんで、強力な、はい、そう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 、武器となりますからね。結構シークは体重軽いからここでワンチャンないわけじゃない。さあウェビーのこの爆発バースト力が非常に高いですね。ここはさあ復帰阻止の展開、さあ復帰できるか。キャッチをしてから届かせおお、うまっ、とても上手だ。今のは誰が予想していただろうか、全然わからなかったぞ今の吹きは。さあしかし 157% 対 78%。 さあこれはクッパジュニアも様子を見ながら、まだどっち、これはもうわからなくなってきたぞ。さあ爆弾に当たってしまって、どちらもバーストラインに立たされてる感じ。さあうまいですね爆弾を。お、さあ針を貯めて、さあちょっとお互いさあバーストの読み合い、さあ大砲が飛んできましたね。大砲ですね。さあこれは復帰できるか。あーここはできず、威圧されていました。少し戻りすぎてしまったが、さあクッパジュニアまだ全然ワンチャンあるので、これ決めていきたいところですね。スマッシュを通すか。さあ拾うのがうまいですねやはり。さあこれだ、ウェビーの爆弾を置いて、爆弾、さあ乗り捨てて、さあこれ乗り捨てちゃうとこのやはり着地隙がね出ちゃうので、はい、それをしっかり買っているっていうのがうまいですね。ここでレインシークバーストですね、はい、爆弾を上スマを上スマし、テクニカルに当てていきます、ね、どっちは上スマに当たったのか爆弾に当たったのか、上スマか爆弾を爆発させてから
上スマを当てる。しかしここは冷静な立ち回りでどんどん火力を取っていきますね。大砲が安定のコンボ。さあ大砲と爆弾がすごいぞ。さあこのクッパジュニアのトリッキーな動き、どんどん火力を取っていく。流れをつかむと意外とクッパジュニア一気に持っていくようなタイプ。若干なんか変なソニックっぽいなんかそのフェイントっていうか。そうですね。ここで大砲を貯めて、大砲を貯めて次が当たらず、さあ長魚2回目に当たる、はい、しっかり空中での動きを、はい、意識してますね。さあ攻撃、この長魚は当たらず。さあ復帰阻止の展開。さあ崖掴んで崖上に読み合い。クッパジュニアここで火力を取ってからバーストを狙いのところですね。 141% で結構ホカホカってきてるので、針を食べてきて稼げるかというところで、復帰阻止が戻れるかなと思って。届いた、まだまだいけるぞ。さあ針を、さあこれパーセントがたまりすぎると例のシンクの横強で死ぬっていう。そうですね、あの発生が早い上にバースト技になってしまう恐ろしい展開ですね。さあこれは厳しいか、クッパジュニア。なんとか打開してほしい、そのトリッキーな動きで。さあ針を貯めて、落ち着いた立ち回りです。 190% も溜まってしまったぞ。これは厳しい。こうなってくるともう空前でもバーストされてしまいますね。何か当たると。しかしここは拒否していく。さあしっかりクッパジュニア側もバースト拒否がうまいぞ。ここで下 B のメカクッパを出していって針を貯めて、おっと危ない空前で、まだ、しかしこれはまだバーストせず。さあでもここら辺の位置になってくると危ないぞ。あーここで空前が当たってバーストバースト。いやーとてもいい試合でしたね。やはり硬いですね、はい、立ち回りが。そうですね、安定した立ち回りでとても綺麗なシグでしたね。冷静さを逃さない、乱れないですねペースが。はい、そのバーストを焦って結構、はい、ガンガン前行っちゃうというのはあるあるだと思う。あるあるですね、私のシグもそうなってしまう。これがにわかシグ。にわかシグだとああいうところではもうね、はい、ガンガン攻めちゃうんだけど、そのパーセントを貯めてっていうね、あそこまで徹底できるかっていう。そうですね、その3、これはとてもと、ここでさあ大将戦ですね、はい、1戦目どっち勝ったっけ。1戦目はもう強チームで、はい、2戦目も強チームだったんで、でここでもう勝利は確定してしまいましたが、最後大将戦でやはり大将ということで見どころの、はい、見せてほしいですね。やはり大将戦というぐらいですからね、見どころですよ、はい、PG さん対大之助選手ですね。大之助選手です。大之助選手はネース、 PG さんがキャプテンファルコン、マリオファルコン。これはどういった展開になっていくのか。なんかコントローラー動いてない、コントローラー動いてない。ニュートラルのポジションがずれているかのような。自分のコントローラーが怖くなる。さあワリオファルコンはもう、はい、見たことないですね。はい、僕はファルコン使ってワリオと戦うことは何度かあったけど、そのやはりバイク、バイクをどう壊すかっていうのを、キャラを変えてくるか、まさかキャラをワリオのままにしておく。ワリオ、やはりワリオですね。この PG さんのワリオと大之助さんの面白いカードですね、はい、さあ対照戦始めていきましょう。ステージは、ステージは戦場だ。ステージは戦場、はい、いやー戦場ですと、このワリオのバイクがどうなんだ。さあ跳ねるワリオだ。さあこのワリオのバイク非常に重いぞ。
よいしょ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 、おーっと外に出した。非常にユーモアな絵でしたね。面白いですね。ああやって筋肉を鍛えているのかもしれないぞキャプテンファルコン。もう慣れた作業なのかもしれません。下投げから下投げ膝をここでやっていって展開が早いですね。さあ、かけ際の展開。さあこのワリオカミツキ、どこまで判定があるんだというこのワリオカミツキ。噛みついてまた噛みつく。そしてバイクを乗り捨てて、バイクを乗り捨てて上に投げ る。こちらも結構いい筋肉をしてるんですね。結構このワリオ結構アグレッシブに動きますね。そうですね、ここまで動いてガブガブガブと。しかしこの噛みつくところは噛みついていく。 104% 対 69% 展開早いですね。さあ下投げからキャプテンファルコンが回避を見て、しかし何もできず、さあジャックから掴み入れて、さあ空中後ろ、キャプテンファルコンの空中後ろ、ここで空上は入らず、まあ、本当に強いですからね。さあ前投げていって、ここで下スマートを折らずに、さあこの戦場空中後ろを置いていく。さあ前投げて、前投げから、さあ空中後ろを当たってしまうと、これさすがのワリオの体重でもバーストしてしまいますね。ここで空中上を当てて、さあジャクジャク、崖際のあのジャクジャクパンチ、本当にやらしいですからね、はい、本当に恐ろしい技ですよね。さあこれだがキャプテンファルコン側もお互いにバーストライン立ってますね。そうですね。おっ、おならも溜まりました。これは品のないながらもとても強力な技である。バイク置いて当てていく、ブーンと決めていきました。はい、ブーンと決めていきました。しかしここでバーストすぐに空中上で差し返していて合格ですね。バイクを乗り捨てて、そしてバイクを乗り捨てて大上の相手に対してね、はい、キャプテンファルコンの空中上が非常に厄介だ。空中上がやはり強いですからね。そう、一度はまるとポンポンとはまってきますからね。しかしそのワリオはそれを拒否している。とても上手な立場ですね。さあこれ回避見ているぞ、危ない。噛みついて火力を取っていきますね。ワリオ復帰力がね、上への復帰力がちょっと不安要素ですので、はい、横はバイクで、バイク使った状態でメテオとか当たっちゃうと、はい、恐ろしい展開です ね。さあ引きつかみうまい。さあ回避見て膝を狙っていく。さあ噛みついていく。さあパーセント並んで、おお、また噛みついていく。流れを取っていく。先に口がでかいぞ。さあガンダッシュ。さあアグレッシブ。さあ DA で拾って、さあこれでそろそろおならも見えてくるんじゃないか。もうバーストラインに立ちましたね、ファルコンは。ファルコンここで後ろ投げ、まだバーストせず、あっとおならも当たらず、ウエスマッシュ当たった。いやー 3-0 で強チームが圧倒的な勝利でした。すごいですね、素晴らしい立ち振る舞いでしたね。あそこでおならをなんか使っちゃって、はい、一瞬親と思わせといて、ウエスマッシュを確実に決めてくる。強いですね、はい。さあ次の配信台は一体誰が来てくれるんでしょうか。はい、